はい、皆さんこんにちは。今日からこちらのワイルドメンダーをプレイしていきたいと思います。こちらは2023年の9月29日にリリースしました日本語対応のゲームとなっています。以前こちらの方はデモ版を英語でプレイしていましたが、ちょっと途中までですので、どこまでなのかちょっと分かっていません。ゲームの内容は砂漠での造園サバイバルゲーム。小さな泉からスタートし、花咲き乱れる庭を作りましょう。砂漠に広がる広大な世界を探索し、その謎を解き明かそう。あなたは容赦ない自然の力と謎のレイスの腐敗から身を守り、滅びゆく世界に生命を吹き込むことができるのかということで、自然環境、砂漠を緑でいっぱいに戻していくというのも加わったサバイバルゲームとなっています。では早速ですね、今回はデモ版のやつが使えるのか分かりませんが、新規でゲームの方を始めていきたいと思います。さあ始まりましたね。もしもし上の方聞こえるだろうかということで、ここまだオープニングなのかな。さあ助けてほしいのだが、どうやってここに来たのか覚えていないということが出てますね。画面の方もちょっと見ていきましょうか。左上の方に水、ライフ、そしてリンゴマークは食べ物かなんかかな。で左下にアイテムが出てますね。で右上の方に救いの手ということで、優しい精霊を助ける、近くの砂から光る破片を発掘するというのが出てますね。こちらがタスクになります。で E ボタンで話ができますよということで、これ話していけば OK かな。感謝するとだいぶ気分が良くなった、だがそちらの方は元気じゃなさそうだと言っていますね。早く泉の水でそのボトルを満たすのだと。水を集めて飲むと、左クリックを押して水を集めて、 Q を押して水を飲むと。さあ、左で集めて Q で飲むと。もし左のメーター、水メーターは満タンになりましたね。今日は太陽の、消えちゃった。どうやらここまでたどり着いたのかはわからないが、しばらくここに避難しておいた方が良いだろうと。さあこの周辺に散乱していると石と倒れ木で何か作るのがいいかもしれない。シェルターに必要だだけの木材にはワークベンチと窯が必要だと。結構もうどんどん進んでいくタイプなんですね。これは取れないのかな。やばいやばいやばい、水、右クリックしたら水を入れてしまった。水かけちゃいましたね。さあ水入れて、続いてワークベンチを作るというのがありますね。木材と砂岩を2つ集める。これと、あれどこなんだ、木材は枝なのかな。枝の方を取っていけば OK か。そういう感じですね。石の方もこれで OK。 さああとはこれを4つ5つと入ってきました。続いてワークベンチを作らないといけないんですね。ワークベンチはどうやって作るのか。 C ボタンか。これでワークベンチ作成する場所を決めておけば OK ですね。よし。さあ完成しました。ワークベンチを使用して基本的な道具を作成すると。ワークベンチで木製の釜を作ってくださいよと。ということで、こちらで木製の釜、これを作成しましょう。OK。不思議な声ということで、その釜を使えば枯れた植物や木も少しは楽に分解できるはずだと言ってますね。装備は、もう装備してますね。植物や倒れ木を釜で切り、材料を落とすと。木材を3つ、植物繊維を2つ取ってくださいよと。これらですね。これらをぶったたいていけばいいのか。調べるっていうのがあるけど、調べるは特に関係なしですね。とりあえず、ぶっ倒していかないといけないのか。さあ、結構時間はかかりますね。物の耐久値とかはないのかな。よし、釜の耐久値とかはなさそうですね。よいしょ。さあ、これ1個ぶっ倒しただけで全部いけるかな。
あ、荒れているようだ、どうしても思い出せないのだろうかということで、予想以上に長く滞在することになるかもしれない、もっと持続可能なものを用意した方がいいだろうと。で、続いてはなんだ、植物から取れる木材や繊維は道具や構造の、作成に使用できるということですね。なんだこれは、ワークベンチで、これ何ですかね、すきかなんかかな。まあこれを作りましょう。ということで材料は揃ってるので作ると。植物の種子を持つ成長の早い粒状の植物だということですね。よいしょ。あ、このなんか魔法陣みたいなのがあると取れるのかな。さあちょっと掘っていきましょうか。もうちょっといろいろあるからな。埋没資源の発見に使用できると、地面の明るいところを掘る。草の近くで明るい場所を左クリックで掘って、デューングラスの種を発見する。デューングラスの種を3つ発見しようということで、まあこれは簡単にいけそうですね。3つ集めました。よいしょ。さあなんか出ちゃったな。水辺に植えるのが良いだろうか。このような場所では健康に育つことができると。掘り出したデューングラスの種を植えれば新しい植物が育つ。植物は食べ物や、材料など様々な資源を与えてくれる。B を押してバックパックを開く。はい。そして水辺の湿った土にデューングラスを植えるということで、これで E を押すと植えれるみたいですね。ここに1個置きましょうか。よいしょ。黄色、緑の方がいいのかな？緑を植えていこう。さあ、黄色は近すぎる的な感じかな。とりあえず植えておきましょうかね。せっかくよ、3つか4つ拾ったので、そんだけ全部入れておこう。よし、OK。で、続いてですね、デューングラスが成長する間、代わりになる食料源を探そう。一時的な食料源を模索するということですね。なんだろう、この変なやつかな。ネヒゲ菌、違うな。これはなんかやばそうなやつだな。確か、なんか、サボテンみたいなやつ。こいつかな。違うな。赤い花のサボテンがなんか、折れた気がするんですけど、それじゃないのかな。さあ、ちょっとわかりませんが、とりあえずいろいろと取っていくか。ちょっと待って、何をした？あ、ちょっとまだ操作が慣れていませんね。マップ上では特に出てないので、自分で探しに行かないといけないのかな？食べ物。なんか、どこだ？とりあえず探しましょうか。アイテムも拾っていく。あった。よかった。この辺りでまだレイムンブルームサボテンが生き残ってるようだと。雨が降った時や、賢い旅人や旅行者が通りすがりに水をかけてくれた時だけに咲くよと。ということで、ボトルですね。よしよし、これでサボテン、緑色のやつに水をかけることによって赤い食べ物がもらえたんですね。よいしょ。さあ、これで咲いてますね、咲いてますね。よし、OK。さあ、ゲット。こいつもまだかけれるかな？ああ、すごいすごいすごい。周りも一応草生えるんだ。すごいね。よしよし、オッケーオッケー。あ、やばいやばいやばい。食べ物がないからか。バックパックを開いて、こいつを食べる。9で食べますと。危ない。スタミナ減ってきてましたね。もう一個食べちゃえ。よし、オッケー。さあ、次に探すべきは銅だということで、銅を探さないといけないと。お守りや鏡を持たずにこのような危険な場所に来るとが驚きだって言ってますね。待って、食べ物とかまあ集めたいし、採石場、これかな？銅を掘ると。ピカピカか？そういう感じですね。銅を取りました。あ、もう種か。この周りだけで、この岩を掘ることは特にない。わ、やばい、なんか変なの出てきた。よし、OK。まあいいや。さあ、とにかくこっち、ああ、読んでない。これさえあれば、マナを光に変えて、危険を回避することができるはずだって言ってますね。とりあえず、水をまた入れておくか。
はい、ということで魔法の鏡を作る時間だと、ワークベンチで銅の形を整え魔法をかけると。よいしょ。さあこれですね、銅の鏡ということで、ああ材料は全部ありますよと。 OK、 作った。さあ鏡を試し打ちすると、銅の鏡は小規模の自動追尾呪文を放ち、簡単な自己防衛に適切すると、練習用の呪文を放つと。どういうこと？左クリックかな、ピューンっていう感じですね。さて休める場所を確保しようと、確保するとしようということですね。小屋は弱い植物を厳しい環境から守る、天候から守るだけではなく、休息するために最適なシェルターだと。シティを押して差し掛け、小屋を建築すると。木が必要なんですね。ということで、木を拾ってこよう。よいしょ。この変なやつは調べるとどうなるんだ？なんかこれ別にいらないのかな？まあいいや、とりあえず木材を探してこないといけないんですね。うん、落ちてないな。さあ、どっかに落ちてないかな？木材落ちてない。あ、そうだ。これを切ればいいんですね。さあ、これはもう長押しでガンガンやってくれるので。よし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 。さあ、取って、一個、まあ、ちょっと調べちゃった。よし、OK ですね。これで OK。で、どうしよう。この木とかの近くに作るべきか、日陰に作るべきかを悩みますが、日陰に作りましょうか。これじゃない。B で、違う、B じゃない、C。で、これですね。OK。あ、もう作れる場所は決まってる。ここか。ここに作れるので、水を背にして作るか。よいしょ。さあ、これで OK。さあ、充実した休息を楽しむと。夕暮れまで寝る。これでいいのかな？で、夕暮れまで寝ますよ。ということで、寝ましょう。さあ、そうすると、食べ物の具合と水の具合は減ってきてますね。よく休めたようだな。出てきて植物を見てみるといいと。ここまで、このままでは植物がエッセンスを作れなくなるのではと心配していたが、いらぬ心配だったようだと。いうことで、続いて太陽が沈むと世界不思議な変化を遂げると。植物から16個エッセンスを集めると、水やりが必要な植物に水をあげる。16分の16と追加エッセンスがなるよと。これは水をあげていけばいいのかな？さあ、水をあげていきましょうか。で、これで、どういう感じなんだろう。さあ、とりあえず、これで OK。16分の16になってるので、もう別にこれで良さそうな感じですけどね。どうするんだ？グラスの種を取ってみよう。取っていいのかな？さあ、違うな。こいつかな。怖がらなくてもよい。この小さなオアシスに古代の精霊がやってきたようだと。ああ、なんかわかりませんけど、進みましたね。霊は夜間の間に現れると。霊と話をして、霊の物語を聞く。M を押して自分の記憶を見る。生存カテゴリーを選択し、ハンドクラフト特典をアンロックする。生存カテゴリーってなんだろう。ということで、まあ、いや、とりあえずなんか、ソーンテール。ソーンテールは何？まあ、いや、とりあえず水を入れておきましょう。続いては、まず M を押して自分の物語。なるほど。記憶ということで、これでなんか、スキルが上がったりするんですね。まあ、これはレベル上がってからとか。日記。ということで、これはクエストかなんかかな？で、あとは何だろう。霊が現れるので、霊と話していけばいいのかな。ちょっと待って、これ死んでるけど、水あげれば復活する？ボトルでいけないんですね。こいつはもうダメか。利用可能な、レシピやアクションはありませんってなってますね。
あー、いた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 。こいつか。霊がいましたね。よいしょ。さあ、聞くということで、エッセンス10。さあ、若者よとお目にかかれて光栄だ。あなたの目には、ナイアの炎が見えている。私もできるだけ手を貸そうということで、話してくれましたね。なんかピカ1個増えてる。古代の知恵。獲得済みですね。で、自分を見れば、ああ、これでなんかもらえるのか。そういうことですね。ハンドクラフト。使った基本的なものを組み立てる方法を学ぶということで、これをゲットできると。なるほど、なるほど。砂漠で生命を持った、ともあれ、この植物の美しさを改めて見ることができたのは喜ばしいということですね。そしたら一気にタスクの方が進んでましたね。重要な場所をマークする方法を学ぶ。タブでマップを開く。もしできればだがお願いがある。あの精霊のどうたらこうたらですね。安全なこのオアシスから離れというのは無茶な頼みだと思うが、どうしても知る必要があるのだと。よし、マップがあるな。場所に印をつけてやろうと。いうことで、タブキーを押してマップですね。よし、マップに印しておいたよということで、コンパスにも、あ、コンパス、上のコンパスにも出てますね。よし、OK。このわしの話、離れるときは用心するのだ。ということで、こちらハテナに行けばいいのかな。十分に水分補給をしておくことということで、そうだね、水一回飲んでおくか。飲んでおきましょう。で、組んで、あとは食べ物ですね。あんま、そしてあまり外には長居しないことと。可能な限り日陰で行くと。海では泳がない。崖の周りだけですけど、それから鏡を忘れない。めちゃくちゃ早いな。文字すぎるの早かったですね。で、ここからは出れたっけな。で、陣を破壊すると。さあ、これで陣を破壊する。鏡ですね、必要なのは。さあ、マルチプレイの利用が可能になりましたと。さあ、そしたら、奇妙な物体とインタラクトすると。不吉なクリスタルの構造物を見つけ、その下にある青い破片と、インタラクトするということですね。こいつがなんかビームみたいなのを出してくるので、それを鏡で跳ね返さないといけなかったと思います。よいしょ。で、こいつもういいのかな？いける？さあ、あ、いけましたね。鏡反射。どのタイミングだったっけな。さあ、ちょっと反射するのは、ほい、撃ってこい。違った、早すぎた。あ、よし、オッケー。こういう感じですね。そっか、こういう感じだ。さあ、破片を見つけたのか大丈夫かということで、これか破片、フリント取りましたね。クリスタルの構造物から精霊の破片を解放したと。なんかいるいるいる。塔で見つけた破片を庭にいる親しげな精霊に返すと言っていますね。ということで、どこに行けばいいのかはちょっと分かっていない。タブ。さあ、マップでは、まあ、戻ればいいのかな？あ、親しげな精霊ってあれか。一番最初に話しかけてくれたやつですかね。さあ、とりあえず、こいつと話す感じで、行きましょう。ああ、なんか、ちょっとやったなっていう記憶ぐらいしかないので、何をしていいのかはよく覚えてませんね。こいつでしょう。おそらく。ちょっと待って、その間にこれ、死にそうになってるけどいいのかな？水あげよう。よいしょと。そしたら離していきましょう。破片を返すということで、これで OK かな。感謝する。これは我が破片の一つだと。名はビディアス。我はかつて知識の精霊であり、多くの人々を導く存在だったと。どうやら我々は砕け散り壊れ、この地に散らばってしまったようだ。今自分がいかに不完全な存在であるかを理解しているよと。あなたにはこれまで信じられないほど簡単に助けてもらったお礼の証として覚えている知識を提供しましょうと。さあ、ということで、この精霊さんの破片を見つける旅が始まりますよということですね。次のステップとしては、ビディアスと話して次の行動を考えると。ということで、ああ、なんかいろいろできたな。冒険の準備ができたというのをちょっと言ってみよう。恩に着るよと。
さあ残りのレイス全勝基地を一掃しビディアスの破片を持ち帰ろうと。ピンクの彗星の発生源をめぐり彗星を生み出しているものを見つけると。やばいな、どっちから見る？言葉からかな。同じように利用されているのではないかと思うよと。さあスタジオの抵抗を確保しておくのだということで、まあこれで先ほどの反射させるようなやつをどんどん壊していかないといけませんよということですね。その他にもまあ話も聞けるのか、もっといい食料はないのかと。より持続的で食料を求め、この地ではかつて、なんだアマランスが豊富に自生していたと。ああなるほど、アマランスの種を見つけないといけないんですね。まあ今サボテンしかないからな。もうよく森のあたりに生えていますよと。さあ次はもう次行っちゃっていいのかな。さあそして崖の探索ですよと。まあ周囲の状況を把握するのに最適な方法だと。あということでタスクがちょっと変わりましたね。新たな高みへということで、クライミングについてます。シフトを押して壁を登ると高い崖の上に登っていくということに変わりましたね。ということで少し冒険に出ましょうか。なんかいろいろ作れますが、塗り薬とかかな。まあ、これはまだ作れないのでいいや。食べ物をまずちょっとなんとかしたいんですよね。食べ物をなんとかしない。こいつらは死んでいるやつと。これはまだ生きてる？それとももう花取っちゃったやつかな。よいしょ、かけてみよう。これ取ったやつですね。やばいな、もう花を取ったやつだから、こいつこれも一緒ってことですよね。違うやつを探してこないといけないけど、まあいいや。とりあえず進みながらいろいろ探しましょうか。マップ上では特に出てないので、まずは近くのちょっと建物っぽいやつ見てみましょう。いや食べ物ないんだけどな。こちらで穴掘って種とか探しましょう。サンバーストの種。まあ、木も死んでるのかな。よいしょと。これは、あ、なんか、やばいな。食べ物マイナス出てますね。さあ、あ、宝箱あった。宝箱開けてみましょう。古代の宝箱ですね。よいしょ、なんかあるある。あ、あった。アマランス。銅を取って、これはな、ルーンキー。をゲットしましたね。よいしょ。よしよしよし、いいね。食べ物はとりあえず欲しいので、こいつを植えて使いましょうか。さあ、拠点の近くにとりあえず植えたいね。特に走るボタンとかはないんだね。ソーンテイルは何だろう？ソーンテイルはわからない。よし、早速種を植え。あ、これ一応あれなのか。クエストっぽいやつだったんですかね。違う違う。なんだ ?B ですかね。こいつですかね。こいつを植える。E。はい、ということで、これを植えていきましょう。2つあるので、とりあえず2つ植えよう。成長に十分な水を確保すれば、すぐに食べたり植えたりできるだけのアマランスが生えてくるはずだと。ということで、ああ、やばい、変なやついる。変なやついる。確かこれ、鏡のビームで、なんかできた気がするな。違う、これはブロックか。こういう感じですね。どこ行った？まあ、いなくなっちゃったから、まあいいでしょう。さあ、やばいぞ。食べ物生えてこない。これは、どうしたらいい？とりあえず、これなんかピカピカしてるのは、種取っちゃえばいいのかな。さあ、こいつですが、湿度カラカラ 0% になってますね。これなんだろう、水をあげないといけないのかな。これどう？カラカラではないと思うんですけどね。カラカラが 0% ってことで大丈夫なのかな。成長率、あ、でも、成熟するまで39時間って書いてあるな。これはちょっと待ってられませんね。その前にこちら死にそうですので、少し、ね、違うところで何かサボテン見つけましょう。危ない危ない危ない、サボテンあった。
さあ3つサボテンあるので、とりあえずこいつらに水をあげて取っていきましょうか。よしよしよし、取る。オッケー、ちょっと待って待って待って、取る。さあそしてこれを食べていきましょう。よいしょ。さあもう一発食べてと。よし、これでしばらくは大丈夫かな。可能であればもう一個、復活させましょうか。そしてな、このマジックポイント的なやつが回復していますね。で、水もあるから大丈夫。これ一回死んだあれかな、木とかはどうすることもできないんですかね。よし、ということで、まあいや、崖にまず登ってみよう的なのがありますので、この近くのやつ登ってみましょうか。で、これでシフトを押せば登るという感じですね。さあ、とりあえず登ってみよう。もう一回押すと降りちゃうのかな？あ、はい、これで OK ですね。ああ、もう一回押すと降りるね。よいしょ。あんまりやるとダメージとか食らいそうなので、しっかりとしていきましょう。あ、足首の骨折を治す方法までは覚えてないよと。さあ、ということで、とりあえず水飲んで、踏んでいこう。さあ、続いては、こちらの方ですね。レイスの基地を回ってくださいよ、ということです。どこだ？タブ。現在がここと。後ろのやつ、ここは行ったのかな？さあ、ということで、どんどん行きましょう。なんか、ピュンピュン出てるところに向かえば確か良かったはずですので、まあ、ちょっとずつ向かっていきましょうかね。ここもピュンピュン目、左の方が近いかな？さあ、とりあえずこちらの方を向かっていきましょう。さあ、今まだ夜なんで、日は当たってないので大丈夫だとは思います。よし。オラは死んだ木なのかな？さあ、鏡一応装備していこうかな。さあ、とりあえず向かっていきましょう。その前になんか建物も見えたので、建物寄ってもいいかな。お、ちょっとなんか、声が聞こえたような気がしました。気のせいか。それとこれがワープポイントかなんかだったような気がしますので、これもちょっと解放できるようであれば、解放していきましょうか。よいしょ。さあ、これでインタラクトすると。ここでなんかこれ、できた感じだったんですけど、まだ発見が必要ということで、今はまだできないんですね。そうか。そうですね。破損中なので、これを修理しないとダメっぽい感じです。さあ、あっちだな。まずちょっとこの建物寄っていきましょうか。建物行ってからの、上ですね。なんか上のやつって行けたのかな？後で行かないといけなかったやつとかいろいろあったような気がしますが、ちょっと覚えていませんね。さあ、まずはこちらの建物入っていきましょう。食べ物はサボテンがあと1個しかありませんので、ちょっと注意しないといけませんね。まず家の中はそんなに物がないと。OK。あとは枝か。さあ、木材来た。さあ、2階に登っていきましょう。ああ、2階もなくて、そのまま3階だな。3階も特にはなさそうですね。仕方ない。降りていこう。ああ、やばいやばいやばい、落ちた。落ちた。落ちた後にダメージ食らった。まあ、ちょっとだけでしょうね。さあ、隣の建物もちょっと覗いていきましょう。こちらですね。よいしょ。結構ジャンプ早いな。さあ、何かあるかな。おお、危ねえ、危ねえ。見えなくなった。さあ、ああ、宝箱発見ですね。よいしょ。さあ、開ける。さあ、ドアと、鍵かなこれ。違うのかな、ルーンキーですね。これ取った？取ったのかな。そして、種。取りました。OK。
ッケー、これでまた食べ物いけますね。ということで、では登るか。あれに行かないといけないんだもんな。さあ、ではここの崖を登っていきましょうか。よしよしよし、これは緑色の上まで登ればよかったのかな。まあ、そういう感じですね。きっとぴょんぴょんなんか、ミサイルみたいなの出してますので、そこに行きましょう。よいしょ。さあ、崖登れるからな。ちょっとずつ登っていきます。とりあえず一つ、あ、なんか変な音したけど大丈夫？よいしょと。さあ、まず一つ登った。さあ、もう一個ですね。あ、なんか音が変わってる、音が変わってるけど大丈夫か。さあ、もう朝になったのでちょっと日差しが出そうですね。やばい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 、待って待って待って、鏡で反射だ。ほい、よーし、オッケー。あ、もう一発ぐらい行かないとダメそうですね。ロックオンされた。発射。あ、なんてこった。相手が当たらない場所に行っちゃったのか。ちょっと隠れてよ。こいつは一旦防いで行きましょう。さあ、車線上に入ったかな。反射と。はい、オッケーですね。よし、とりあえず一つ破壊しました。なんかいるな。なんかいる。なんかいる。やばいやばいやばい。これは？これ危ないよ。何？このキノコ何？やばい。これはな、ちょっと待って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 。ちょっと待って待って。ちょっと待って。よし、まずはこいつを倒してしまおう。鏡ビームだな。あー、やばい。食らってる。これはさすがに反射できませんよね、きっと。倒したのかな？なんか石みたいなのある。フリントゲットですね。さあ、そしてこれを、解放しましょう。さあ、精霊さんの破片をゲットしましたね。巻物とフローズンエッセンス、フリントゲットですね。で、こいつはどうしたらいいんだ？汚染アンブレラ菌ですね。これはどうして、水不足か。塗り薬を塗る。ああ、そういう感じか。薬を塗ってあげることによって、ひょっとしたらこいつらも治してあげれるかもしれないんですね。一応水かけてみようかな。おお、でっかくなった。ああ、取れた。しかもこれ、これってあれかな。飛んでも大丈夫ですよ、的な感じですかね。ああ、そういう感じですね。よし、こいつは何だろう、これは。よしよし、アンブレラゲットしました。これは、攻撃する。ああ、やばいやばいやばい。なんか食らってる。危ねえ危ねえ。やっぱりそういうことか。ああ、嘘。倒したはずなのに食らいましたね。よしよし。さあ、とりあえずゲットしました。よし、これで一旦危ないので、まず水を飲むか。水飲む。そして、種食べていきましょう。ああ、そしてなんかこれ耐久値あるので、ひょっとしたら腐っていくのかもしれませんね。食べる。こいつは食べれるのか？1とマイナス2だな。これは8ありますね。あー、そうか。これ種じゃないのか？種かな？さあ、わかりませんが、とりあえずこのままですね、もう一度ですね、戻っていきましょうか。この傘のおかげでふんわり降りれますね。よしよし。さあ、そしたら、マップか。拠点はこのまままっすぐなので、戻っていきましょう。さあ、戻ってきましたね。ちょっと一旦水を汲もう。さあ、水を汲んだ上で、さらに拾ってきたやつを植えておきましょうかね。よいしょ。食べ物になるって言ってたけど、まだ全然生えてませんからね。さあ、ここにも植えておきましょうか。OK。さあ、それでは精霊とちょっと話してみましょう。破片を返すということで、ゲットしたやつ返していきましょう。感知する。また思い出すことができるよと。さあ、泉の拡張ですね。この泉を簡単に広げる方法はないのだろうかと。土地を
形作ることもできますよと。溝を掘って水を流せば泉の拡大、あ、そういう感じか、になりますよということで、これどうなんだ、デューングラスはいい、あ、これが、新しく植えといたやつですね。これを掘っていく、こんな感じかな、もうちょっと深くかな。あ、水が流れてきてますね。ということで、これで水の、拡大ができますよと。よいしょ。ああ、なるほど。これで砂漠をどんどん掘り捧げていけば、ああ、なるほど。水が出てくる範囲が増えますよということですね。ただ、広がってるかどうかはちょっとわかりませんね。よいしょ。さあ、砂漠の場所まで引っ張ってみよう。うん、特に増えたのかな？範囲が増えたかどうかはちょっとわかりづらいですね。砂。砂のところから水来てもさほどなんかな、増えた気はしませんが、まあいいや。ということで、これで OK。そして、より早く移動するということで、砂丘をもっと早く動かせないだ、あ、動けないだろうかということで、砂丘や雪山を滑り降りていた。ソリ的な感じかな？あ、なんか、何これは？ソーンテイルポット、取ってみよう。さあ、ゲットしましたね。なんかわかりませんが、ゲットしました。ということで、これはまあ、滑ればいけますよということだと思いますので、まあいいでしょう。はい、ということで、今日はとりあえずここまでにして、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。興味がある方は動画の概要欄に詳細貼っておきますので、ぜひ見てください。それでは皆様、ありがとうございました。you